あの原作のウェンディって馬まみがあるんですけど、この映画のウェンディってメスが来ますよね。エンジンも副船長以外ゴミなんで、時間を無駄にしたくない人は見ない方がいいと思います。レジスタンスの将軍ごきげんよう。カイロレンだ。お前らピーターパンって知ってるか？アニメとか映画見たことないやつでも、この絵本なら見たことがあるだろう。1953年にアニメ映画公開された、誰もが知るディズニーのコンテンツだな。それがついに先月実写リメイク映画が公開された。ピーターパン&ウェンディーだ。本作品は原作と異なり、大胆にキャストが起用されており、かなり話題になったよな。ティンカーベル役はなんと、黒人俳優。ネバーランドの住人ロストボーイズは、様々な人種に置き換わり、ダウン症の俳優も起用されている。いやー、素晴らしい試みだな。多様性と包括性に富んでいる。まさに時代の最先端だ。ところが、この映画はなんと、日本国内では無難な評価なものの、なぜか海外では酷評されており、例の映画レビューサイトでは、一般視聴者支持率、たったの 11% と、とんでもない数字が叩き出されている。俺こんな低いスコア見たことないぞ。 70% 切ったらクソ扱いされるサイトだぞここ。どれくらいヤバいかっていうと、妖精がハゲた黒人になったピノキオよりも評価が低い。まあ俺は他人の評価など気にしないし、白だの黒だのも興味がない。重要なのは映画が面白いかどうかだ。この目でしかと見定めてやろう。あー、また君ディズニーの作品ディスろうとしてる。そんなんだから〇〇の案件落とされるんだよ。〇〇の案件の審査落ちたらどんな気持ち？〇〇の規約で YouTube の広告つけちゃダメって書いてあったもんね。してますってって視聴者に煽れるのがそんな。ということで今回は、黒人化したティンカーベルで話題騒然。なぜかむちゃくちゃ評価が低いディズニーの最新作、ピーターパン&ウェンディーをレビューしていく。あ、ちなみにこれディズニープラス独占配信だから、いつも通りネタバレするわけだが、まあそれよりもだ、なぜ海外で低評価なのか気になるよな。ざっくりとした俺の感想を述べてから、レビューサイトを翻訳してみんなで見てみよう。よろしく頼む。ここはイギリスのロンドン。学校の入学を控えた少女ウェンディは、これから訪れるであろう一人暮らしに不安を抱えていた。そんなある日、ピーターパンと名乗る少年がウェンディの部屋を訪問する。君の願いを聞いてきた。一緒にネバーランドへ行こうと言い、ウェンディと弟たちを異世界へ連れ去ってしまうのだった。どうやらネバーランドという島では、子供たちは年を取ることがなく、永遠と楽しい時間が過ごせるらしいのだ。魔法で空を飛び、興奮と冒険に胸を馳せるウェンディ一行。ところが突如、謎の海賊船から艦砲射撃を受け、弟たちが海賊に捕らえられてしまう。海賊を率いるのは、そう、ピーターパンの宿敵、左腕の鍵爪がトレードマークのあの男、フック船長である。どうやらネバーランド周辺の海域はフック船長率いる海賊団に包囲されており、島から子供をさらっては処刑しているらしいのだ。フック船長はピーターパンを憎んでおり、ピーターパンは毎回フック船長の襲撃を退けているのだが、それはともかくネバーランドは明らかに危険海域。ピーターパン、そういうことは連れてくる前に言え。その後、ピーターパンと共に弟たちの奪還に成功するウェンディ一行。根城に戻ったのもつかの間、再びフック海賊団の襲撃に遭ってしまう。ピーターパンは重傷、そして今度はウェンディが連れ去られてしまうのだった。ここでフック船長の口から驚きの過去が明かされる。なんと驚くべきことに、フック船長はピーターパンのかつての親友で、一番最初にネバーランドに訪れた迷子の子供だったのである。ところがある日、母親の元に帰りたいフック船長と、ずっと子供でいたいピーターで対立、ついには玉とを分かつことになり、フック船長は島を飛び出してしまったのだ。
家を探し海をさまよい続けるフック船長。しかしついに帰る方法が見つからなかったのである。成長し大人になったフック船長は仲間を集め海賊団を結成。帰る家を失った喪失感と自分を見捨てた憎しみからピーターと島の子供たちを襲うという狂気の大人に変わり果ててしまったのだ。果たしてウィンディの運命は。ピーターパンとフック船長の愛と憎しみの戦いが今始まる。いやー、普通に面白かったけどな。フック船長とピーターパンが過去を語り合うシーンは見たし、海賊のシーンは劣化版パイレーツオブカリビアだったが、まあよくできてたと思う。子供と大人の戦闘シーンはクッソマイルドなホームアローンだったが、まあなかなか頑張ってたと思う。まあちょっとウェンディが強キャラすぎたり、物足りないところは多々あるが、そうだな、ティンカーベルの違和感に目をつむれば、それなりの作品だと思う。ボロクソ評価になるほどかなといった感じだった。個人的に一番物足りなかったのが、ネバーランドの描写だ。圧倒的に描写不足。子供が歳を取らない不思議な島という設定で、ロストボーイズと言われる迷子の子供たちが生活してるわけだが、朽ち果てた建物があるだけで、なんかただの荒野というか、自然保護区というか、生活感がイメージしづらかった。ロード・オブ・ザ・リングのホビットショーみたいに、キラキラしたメルヘンな場所なら、子供たちが帰りたくなくなるのもわかるんだが、あんな荒野でどうやって生き延びるんだよ。さすがに無理があるだろう。人の生活圏がない中で、海賊船の船員は何を略奪して生活しているのか。というかそもそも、船はどこで建造されているのか。世界観の掘り下げがなさすぎてネバーランドがしょぼく感じた。はっきり言おう、俳優が合ってない。おい、勘違いするなよ。俺は別に黒人俳優を非難する気はないし、差別発言もする気はない。事実を述べさせてもらうが、ティン・カーベルはすごく愛嬌のある演技をしていた。動いてる姿はまさに妖精って感じだ。だが悲しいことに、ティン・カーベルってさ、鬱陶しいくらいキラキラ光って目立つキャラだろ。この映画のティン・カーベル、夜とか洞窟とかのシーンで闇に紛れて分かりづらいんだよ。起用するならもっと編集でエフェクトかけろよ。というかそれ以前に、女優の凛としたビジュアルとプリティでコミカルなティン・カーベルの役は完全にミスマッチだ。何事にも適材適所っていうものがある。俺が言いたいのはそういうことだ。別に差別してるわけじゃ。フック船長めっちゃいいキャラだったわ。特に物語ラスト、二人が和解した後に手を取り合って助け合うシーンがある。ピーターパンが楽しいことを思い浮かべてと言ってフック船長を空に飛ばさせようとするも、何も思い浮かばないんだと言って落下してしまうんだ。いやー、これ名シーンだろ。大人になってから楽しいことを探すって難しいよな。ぐさっときたわ。では、レビューサイトの一般視聴者の意見を見てみよう。多分黒人俳優がボロクソに叩かれているぞ。楽しみだな。原作のウェンディって、ママミがあるんですけど、この映画のウェンディってメス書きなんですよね。エンジンもフック船長以外ゴミなんで、時間を無駄にしたくない人は見ない方がいいと思います。この映画さ、女の子は強くて、男はクソって感じで、ピーターパンっていうよりガールズパワーオンネバーランドなんだよな。これ、マトリックス4の続編なんですけど、最高傑作だと思います。心温まるストーリーのはずなのに、退屈すぎてつまらない。この映画には魔法も感動もないんだよ。これ原作台無しっすよ。ディズニーさん、この映画って、あなたの退屈な解釈ですよね。リメイクでダサ作にして観客の押し付けるのやめてもらっていいですか。ピーターパンの俳優なんだけどさ、カリスマ的な役に対して、完全に実力不足なんだよな。子供たちって、これ見るくらいならマリオ見ますよね。この映画のピーターパンってさ、陰キャで泣き虫なんだよな。ウェンディが目立ちすぎというか、男を悪者にして蔑むフェミ映画なんだよ。あー、なるほどね。これガチなやつだわ。まあ、言われてみれば確かにそうだな、ウェンディのくだりとか。なんか思ってたのと違うんだよな。
ということで今回のレビューは以上だ。なんかあれだよな、海外のレビュー見てて思ったんだが、ディズニー映画に対する熱量って本国だとやっぱレベチだよな。俺自身さして興味がないのもあったが、レビューを見てえ、そこまでって思うくらい辛辣なツッコミがあって面食らった。まあそもそも最近のディズニー映画ってクソ面白くないからハードル下げすぎたのかもしれん。それかクソ映画の見すぎで俺の目が濁っているかのどっちかだ。そのうち妖精が黒人になってクッソ低評価のピノキオもレビューしなくちゃな。お前らはこの映画どう思った？よければコメントで聞かせてくれ。それでは諸君、さらばだ。